いや、私あの絶叫調の人間なもんですからですね、今日は来るのやめようかと思ったんですよ。鴨神さんというのはですね、非常に強いところがありますけども、強いだけじゃないんですよ。もうお分かりでしょ、ユーモアの人なんですよ。私なんか来るとですね、票を減らすんじゃないかと思ってですね、考えたんです。しかし一言だけですね、言いたかったんです。今回の選挙戦おかしくないですか？重要な選挙なんですよ。日本がですね、2020年の東京オリンピックに向けてですね、前進できるかどうかという重要な選挙じゃないですか。ところが不思議なことにですね、討論会が行われてないんだよ。公開討論会がおかしくないですか？日本記者クラブでいつもやるじゃないですか、総選挙だとか参議院選挙の前に党首討論会やるじゃないですか。なんでやらないんだ。おかしいじゃないですか。逃げてる人がいるって言うんですよ。細川さんがそうだって言うんですよ。舛添さんも OK しないって言うんですよ。皆さん圧力をかけてくださいよ。せっかくですね、鴨神さんのような立派な人が立候補してるのにですね、比較のしようがないじゃないですか。原発をですね、再稼働を容認するたった一人の候補ですよ。比較のしようがないじゃないですか。胸にブルーリボンバッジをつけてですね、訴えて回ってるたった一人の候補ですよ。比較のしようがないじゃないですか。公開討論会しないと分かんないじゃないか。安倍晋三さんが靖国参拝してくれましたよ、去年の末にね。靖国参拝すると言ってるたった一人の候補じゃないですか。東京都民には比較のしようがないじゃないか。これじゃ冗談じゃないよ。マスコミ何やってんだ。 NHK には日曜討論というのがあるんですよね。これから先もありますよ。日曜日また来ますよ。 NHK にやらせてくださいよ。 NHK は都民から国民からお金を取ってるんだろう。 NHK 聞いてるかい。ちゃんとですね、主要な候補4候補を並べて都民に分かるようにですね、話をさせてくださいよ。そうすれば玉森さんが絶対に浮上するんです。以上です。失礼しました。このままだと30秒が30分になりそうだったので途中で止めさせていただきましたが、お時間です。皆さん、玉神敏夫これから降りてまいります。そしてこちらの通りを歩いて糸島屋前にてもう一度応援演説、そして街頭演説させていただきます。皆さん寒い中